ヤドモトガヤマの哲也と牛見からな鉄波です。としみつがね、うちに来ていろいろ考えてたんですよ。動画のネタとかね、スマブラで今から寝るかそれともまたネタ考えるかみたいなの決めたんですよ。で、ネタ考えることになったのに、としみつは自分が眠たいからと言って寝てしまいました。もう絶対だろうね、スマブラって逃げちゃダメなんですよ。こういうの決めたらね、やり直さなきゃいけないのに、彼はそれを曲げてしまったんですよ、うん、もうルールを犯してしまったということは当然罰を受けるわけですね日本の法律でも破ったら刑を受ける。そう、当然のことです。メンバーじゃないデッパ君がね、ネタ会議に参加してくれてるわけですよ。それをね、うん、押し切ってまで寝てしまった彼はね、もう許せないってことで、今回ですね、罰なのか分かんないけども、こっそりデリヘル嬢を呼んでみたデリヘルっていう言葉を僕初めて聞いたんでよくわからないんですけど、やば、僕もちょっとよくわからない。お前もかよ。デリヘルって何か、ちょっと説明していただけますか。ちょっと俺もよくわかんないけど。わかんないよ。じゃあ今何やってんだよ。仮に全年齢に分かるように言うと、家まで来てくれるサービス。お掃除とかしてくれるのかね。じゃあ部屋のね、掃除もまあ最後にしてくれますね。彼女が来たせいで汚れてしまって、最終的に掃除をしてくれるという形ですね。これ男の子しか笑ってないよこれまあエッチなお姉さん来るわけですね。そうですね、結局は簡単に言うとね、ギュッてしたね。で、そのエッチなお姉さんが来た挙句、としみつがどうするかっていうのも普通に気になるわけですよ。だっていきなり来たら、まあ、俺らの仕業ってわかるじゃないですか、うん、それなんでも目の前にいるのはエッチなお姉さん。その欲を抑えきれるか、ちゃんとリアクションを取ってくれるのか。なんならもう自分が起きてるってことを認識できずに、あ、これ夢だと思って本能の赴くまま動いちゃうかもしれません。そのパターンもあるね。あるね。ってことで早速岡崎まで来てくれる、撮影ありのこの時間もやってるデリヘルをちょっとね探し呼んでみたいと思います。はい、いつものお店にしたの。なわけねえんだ、いつもは東京だ、やめろお前やめなさい。じゃあ電話しますよ。俺らがドッキリをやろうとしてることも伝えなければならないです。お電話ありがとうございます。ありがとうございます。あ、抜きナビを見ました。はい、ありがとうございます。撮影のオプションがあるっていうふうに見たんですけど、撮影のオプションはちょっとご案内の方ができないんですけども。あ、そうなんですか。じゃあ大丈夫です。よろしいでしょうか。はい、あら、お店を変えよう。うん、ありがとうございます。あ、抜きナビを見ました。すいません、今日ご案内終了という形ですね。あー、そうですか、わかりました。この時間厳しいんだよな。あ、ここいる、ここいる。あ、撮影ある、ここだ。お、聖水黄金丸、それすごいな。やっぱここだ寝顔に聖水寝顔に黄金寝顔に黄金ってありがとうございます。あ、抜きナビを見ました。あの、撮影のオプションがあるって見たんですけど、本日は対応できる子がちょっといないんですよ。もう、あ、本当ですか。はい、またお電話ください。はい、よろしくお願いします。失礼します。こういう趣旨でやろうと思ってるんですけど、モザイクかければダメですかっていうのを聞いた方がいいのかな。なんかドキドキするねこれね。ね、普通に怖いよな。パイズリペロペロ無制限いって。あ、えで、デリゲルもやってんの。びっくりした。お前はただの常連さんの話常連さんがサイト見て普通に素でコメントしてるだけなんだよ今ちょっとダメ元で最初に男の人に交渉して、こういうことやりたいんですってのを言ってみることにします。どうせ確認しなきゃいけないことなので、ちょっと怖いんでね、先に言おうと思います。です僕じゃなくて、その、あ、ごめんなさい、あの、本人さんで電話してもらわないと。ちょっともう以前そういうトラブルがあって。ああ、なるほど。ご本人にお電話いただいて、ご本人さんのお電話からじゃないとちょっと受けてないんですよ。なるほど。困っちゃったな。でも、としみつに何かしないとさ、あれじゃん。多分だけど、今としみつ起こしたら多分マジでブチ切れると思う。そう、今起こされたら一番うざいと思う、うん、なんだろう、怒るに怒れんものとかは。隣に猫入ってきたとか猫は怒れんな。冷房16度にするとかいやー、どうしようかな。でもさ、今としみつがさ、本当にブチ切れるのって思ってる人多いと思うんだよ。その人たちに、としみつは本当に切れるんだよってとこを見せてあげるだけでも、今回の動画の意味があるかもしれない。すごい手頃なね、それで切れるっていうドッキリをかけて、としみつが切れて彼に反省してもらうという、そっち方面の罰にしようかなと。うん、 YouTube 界でありがちな寝起きドッキリをやってみると。アナルに鎖釜鎖の方か鎌の方かどっちか教えてほしいあ、あれは、あのさ、電動のポンプでさ、風船とかをさ、膨らませてさ、ブーンっていうモーターの音で起きて、風船がもうでっかくなってるじゃん。で、わーってなって、バーンって、うわーっていうリアクションするっていう、最高じゃない。あるあるだね。なんなら大きさ的にはコンドームとかでもいいかもしれない。ということで、コンドーム爆破寝起きドッキリでいきたいと思います。スタート。コンドーム爆破装置ですね。はい、スイッチしましょう。結構うるさいんですぐ起きると思うんですけど、そうそう、まあ、起きるところまでは織り込み済みっていうかね、まあ、どんぐらいのスピードで爆発でいくのかっていう、はい、
え？早い。瞬殺じゃん。秒じゃね？まあやった後に都心図がどんな反応するかっていうやつなので。はい。それで早速行きましょうか。はい。出なかったということで優しいな優しかった体調心配されちゃったじゃあたまには寝るとしますか寝よう